本当に運転してるよ。ルマン耐久レース以上に長時間もう3日間運転しっぱなしですね。てっちゃん大丈夫ですか？全然 OK。 てっつです。さすがやっぱり昔ねワゴン運転してただけあるわ。ところでこれ、はい、車、うん、これラルクのメンバーは全員乗りますか？車ね。うん、ユッキー、ハイド、ユッキーも乗るよ、助手席に。あっあれあれ、えユッキーはじゃあ自分であんまり車一人で運転しない？一人では乗れないね。あら、あらら、これ知らなかった。一人で乗っても動かせないね。なるほど、国家的にね。あ、そうだったんだ。これスピード強は誰？やっぱりスピード強は誰かわかんないけど、まあ一番速いのは僕の車かな。ってことは、あの駐車場で見かけるあれか。あ、やつらがどんなに頑張ってもね。あ、なるほどね。性能の違いってやつかな。っていうかね、てっちゃんちょっとやらしい。やらしいぞ。もうなんだよ、嫌な大人になっちゃったな。いや、やらしい。いや、もうまあでもね、今日はこんな感じで、まあ、2階建てバス眺めもいいんで、昨日はレインボーブリッジ見ながらだっただが、今夜はなんと目の前にベイブリッジ。もう早いなぁ。テツ、腕早いね。まあね。こっちも いけるね、こっちも。今夜水曜日、ラルクファンシエル。うん、やっぱりね、てっちゃんも、心からファンなんだと思えるのが いるでしょ、やっぱり。僕ですか。まあ僕はまあ、皆さん好きですね。嫌いな人はいないってぐらいね。またなんか、神の領域に来てるぞ。さあ、そんな中でも、じゃあまずは一人目のラルク・ファン・シエル。てっちゃん一人目、シャウト・カム。シャワーズ・ナブルかな。来た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 。機動戦士来た。今日の上着も赤いし。そうですね。常にシャアだ。シャアですよ。やっぱこれが何つったって一番の不安だろうと。そうですね。僕が一番影響を受けてますね。彼から。彼から。どんなところがね、これシャーとこのてっちゃんの接点だったんですね。これ生まれ育った境遇っていうか。うん、そうだっけか。とは思えないっていうか。あれ、おいおいおい、考え方とかはすごい似てますよね、うん、シャーと、うん、でもあの宇宙でライブとかあんまり早めにやらないでくださいよ。いや、それはね、僕夢なんですよ。死ぬまで一回から宇宙に行きたい。宇宙に行くってね、あの、うん、アポロ計画、うん、あれすごい好きなんですよ。あれもすごいね、すごいんですよ本当に。で、人間やればできるんですよ。そうですね、実際ってね、あれだって10年ぐらいで行っちゃったわけじゃないですか、うん、結局。そうですね。で、もう月行って30年経つでしょ、うん、だからそっからの進みが遅いんですよ。あ、確かに遅い。遅いでしょ。あれ、火に行くまですごい早かった、うん、それからもう全然進んでないじゃないですか。なんかずっとね、スペースシャトルばっかりですもんね、うん、だからあの時はもうお金のかけ方からもうそのみんなの情熱の注ぎ方から全て違うんですよね。そのぐらいのつもりで今なんかやればね、何でもできると思うんですよ。いいっすね。ちょっと最近の宇宙開発手ぬるいと。手ぬるい。聞いたかおい。宇宙開発に限ったことじゃない、なくていいんですよ。何でも僕あの細かい僕たちが普段やってるような仕事でも、うん、CD 作ったり音楽作ったりすることでも、うん、プロモーションビデオ作ったりすることでも、うん、あのぐらいの情熱、ね、ちょっとどうだとパワーを注ぎ込めば絶対できると思うんですよ、うん、でもいろいろこういう仕事、物を作る仕事やってるじゃないですか、うん、そうすると、ああ無理です、これできないなとか、時間がないですとか予算がとかいろいろ言われてできないことが多いの。それがすごく、そういう時にこのビデオ見ろって思うの。好きだぞこれ。このアポロ計画、このビデオ見ろねって。あれあれ、ラルクアンチシエルの日じゃないぞおい。昨日だぞ、昨日。今日不安なのに。不安。自分がそうやってこうね、楽しめる。ちょっと待って、赤い水星、顔も赤くなってきたよ。も燃えてる燃えてる。そう、うん、それ楽しめるね。はあ、そういうことじゃないですか、ファン。もうじゃあその宇宙のビデオも、うん、ラルク・ファン・シエルのファンだね。これ肩身離さず持ってる状況だ今。そう、僕今だから今一番好きなビデオがね、From the Earth to the Moon っていう、アメリカの方のテレビ番組。へえ、知らないな。それのビデオが出てて、そのビデオを毎晩見てました。来ましたね。やっぱりシャアから行って、やっぱり宇宙なんだな。宇宙もんが好きですね、僕。好きですもんね。ちっちゃい頃から、うん、SF。
まあじゃあもう本当に旅行できるようになったりとか、ま、住めるようになったりとかしたら住んじゃうのかな。行きたいですよ。だから本当に本当、例えば住めるとして、うん、友達みんな地球ですよ。でも、うん、行く。僕ですか。僕は行きますね。あ、そうか、うん、なんだっけサークルの名前なんだっけそうだ、ビバ一人だ全然一人で平気宇宙で一人でも平気なぐらいだ。あ、いや、いい話聞いたか。おい、今夜はこのくらいだ。そしておさらい。まずてっちゃんがファンなのはシャーアズナブル、そう、アンドアポロ計画の人々そしてビデオフロムジアースとザムーン、これ、うん、この3つ。これは感動する。出た出た。多分ね、俺だけやと思う、この感動するあれ今ちょっと慌てて借りに行ったやつが今戻ってきてるよ。